透明さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。皆さん、クリスマスウリエル持っていますか？まあ皆さんね、過去にはね、あのウリエルが4体必要だっつってね、頑張ってウリエル集めた人もいるんじゃないでしょうか。まあ僕もね、4体が4体いると思ってね、16体集めたんですけどね。これなんで16体持ってるかっていうと、これなんかね、なんかのガチャでなんか出てるんですよね。これ絶対、僕絶対に他のキャラが欲しくて、クリスマスオシリスが欲しくて、クリスマスオシリスを3体引こうと思ったら10体ぐらい出て、そうでね、気づいたらこんなことになってるんですが、実は今もうウリエルって1体いれば十分なキャラになったんですよ。そう、まあもちろん武器運用をね、あの想定していませんので、まあ武器運用するんだったら1体以上欲しいんですけど、1体、マックスでも2体いればいいキャラになりまして、まあその理由がね、バインド比列6個、スキビ4つに、まあ超覚醒比列とかつけれて、スキルが2ターンで落ち込なし、再下段を超えてると火に変化が2ターンで打てるようになったんですね。これ2ターンなんですよ。めっちゃ速くない？で、この2ターンでウリエルが打てることによって、烈月の周回編成とかにおいてはかなり使いやすくなった。で、火力が欲しい場合っていうのは、例えば式神を使ってあげたりとかしてね、こうなんて言うんだろう、ひたすら火力を出していくっていうのがまあ、ね、今のメタだと思うんですけど、このウリエルはちょっとそんなに火力が必要ないダンジョンとかにおいて強くて、そう、まあ別にリダフレウリエルとかにしてあげるとね、あの7コンボカさんぐらいは入るんで、サブでどうにでも火力出せますけど、基本的にはちょい低難易度の周回でめっちゃ強いキャラっていうイメージかな、今のところとしては。で、まあ、もちろん高難易度も使うと思えば使えるけど、高難易度はさすがにしばだらでいいかなっていう感じはあるんで、中難易度低難易度あたりの周回をする際にウリエルがめっちゃ優秀と。でしかもウリエルね、2ターンで打てるので、ウリエルとあとは残りサブ4枠ですね、4枠を全て他のスキル等に使えるので、結構汎用性高い周回編成も組みやすいんですよね。そうだから今日はそんなウリエルがね、強化されたということで、この2ターンのぶっ壊れスキルを使っていこうと思います。もし今1体持ってる人はね、こんな感じでフレンドウリエル運用してあげると、もう自軍1体でウリエル使えますので、めっちゃ強くなりました。4体は持ってなかったなって人でも、もし今1体持ってればもう使えるんでね、ぜひ使ってください。今日はリーダー加工トンで使います。スキビ4に遅延つけてギガ武器継承です。でスキルがね、火の6個消したダメージ激減、固定1000万、火の攻撃力21倍とめっちゃ強いんで、これで使っていきます。でエース、スキブつけてあげて、遅延つけて、ラオウ武器でダブル吸収無効です。はい、吸収無効4人でつけてます。ルフィ、超覚醒、まあ無効か、何でもいいです。遅延2つで、こちら高み結びで使っていきます。あ、まあ超覚醒と、まあそうだな、マジ何でもいいな、毒耐性パラソンもついてるから、うん、何でもいいですね。でグルモリ、雲で遅延つけて、アマテラス武器継承です。どうせ無効感は使わないんでね。ウリエル、卑劣に遅延つけて、ラオウ武器継承、最後ウリエル、卑劣に遅延つけて、ラオウ武器継承って感じです。はい、っていう感じのウリエル編成でちょっと遊んでいこうと思います。どうしようかな、どんぐらい強いんだろう。さすがに勝てるよな。いや、わからん、どの、待てここってむずかったっけ、ちょっと待って、やばい、ガチで分からん、記憶がない。異形は結構むずいイメージがあって、表異形ならいけるか、まあやってみよう。いや、分からん、ちょっと待って、これやったかもしれん、どうやったっけ、ガチで記憶にない。え、どうやったっけ、異形って何、そもそも。ちょっとお前フレンド、これちょ、待て、俺スキル上げしたけどな、ごめんなさい、なんかスキル上げしたけどできなかった。多分別のウリエルスキル上げしろ、これ。失礼しました。さすがにね、スキル間じゃないとゴミカスなんで。え、異形って勝てるよね？ね、勝てるっけ？異形ってそんな簡単だったっけ？いや、わからん。多分ダメージ無効感とスキルもあるし。いけそうだけどな。ガチわからん。本当にわからん。ウリエル打ちます。でも1000万ダメージがあるから、こういうキャラは絶対ワンパンできるんだけど、火力は？ああ、まあ、7000万。いや、異形の7000万はいけるのでは？ボスが5億ぐらいのイメージだから、裏はちょっとやばいけど、表ならいけそうだけどな。どう？ 7000 万。いや、ワンパンできるんだったら、この火力ならなんとかなりそう。多分。で、火力欲しい場合は、3コンボ組んであげれば、7コンボ強化入るんで。とか、もしかしたら今ね、動画にね、すごい雑音入ってるかもなんだけど、今ね、家の外で工事してて、なんか、この土曜日の昼間からお疲れ様です、本当に。土曜日の昼間からね、工事頑張ってる人がいて、そう、それでね、ちょっと音入ってるかもしれません。申し訳ありません。あの、耐久は絶対に大丈夫、これ。耐久は 100% 大丈夫。だ、ほんと火力だけじゃない、怖いのは。でもこんな感じで、ウリエルもう2体でループスルーになっちゃったんですよね。もうそう、今までのめんどくさかったウリエルはいないんや。
ね、これめっちゃでも強い強化だよね。普通にウリエルがさ2体でループするようになったってなかなかやばいよね、言ってること。でも最近結構周回のキャラが2ターンでループするのがメタになってきていて、まあ、その理由が3ターンにシバダラがいるからなんですよね。そう、3ターンにもう破壊を全ては破壊してくれるシバダラがいるせいで、もうそうでもない限り使われなくなってるんですよ、実際いろんなキャラが。そうだからシバダラの影響でいろんなキャラが2ターンになって使いやすくなってるって感じかな。待って、6解除対策してないからこれやばいぞ、場合によっては。おい待って、なんで6解除積んでない俺は。なあ、今からでも6解除積んだ方がいいんじゃないか。何やばい、今からでも本当に6解除積みたいんだけど、手遅れになる前に。いや、まあまあまあ引かなきゃいい、引かなきゃいい。こんな6回じゃやばいキャラいたっけな。でここはしっかりとコンボして倒していきます。 OK、 じゃあコンボ。いやでも異形は結構ロックのイメージがあって、10コンボ組むとめっちゃ強くね。ちょっと待って、10コンボ組んだ途端火力別次元なんだけど。当たり前か、そっか。ずらしても強いけど10コンボ組むと普通に火力出るの、さすがルフィ。そう、ルフィとかはね普通に火力出すために積んでるんで。そう、ここから大丈夫、回復目覚めロックではないはず。うん、大丈夫大丈夫。でもめちゃめちゃ使いやすいね、やっぱこうやってずらして倒していけるのはね。あとそれこそ裏修羅とかの周回でもワンチャン使えそう、そういう路線の方がなんなら強そう。待って、お前大丈夫か。大丈夫、これは多分ずらして倒せるんじゃない。3000万ぐらいでしょ HP、 イメージは3000万ぐらいなんだよね。もうさ異形とか全く覚えてないからさ、自分の直感しか信じられないんだよな。おい遅延がねえぞ、遅延が。エース打って倒そう。うん、これでバー。さあ続きまして13階層。そうじゃん、この人あれじゃん、忘れた、この人も吸収向こういるじゃん。まあエース貯め直すか、まあ、負けることはないでしょさすがに。負けるパターンある。え、何これ。ちょっとあの、ちょっと待って、その、いやあの違うんですよね、それは意味がなくって。なぜかっていうと1000万ダメージ通るとかじゃなくて、倒すんかい倒すんかい強っ。ダメージ吸収対策いらなかった、まさかの。でここもウリエル、まあ多分5コンボ組めば倒せるでしょう。 OK、 いいっすねいいっすね、今のところいいぞ、今のところ勝てそう。え、でもさ今さらさ異形のダンジョンデータとかしっかり頭に入ってる人結構バケモンじゃない。もう最近ってさ、ほんと百式、千獣、万獣だけでも3パターンあるわけじゃん。ね、それに加えて、裏田次元、裏ゼロ次元とかあるわけじゃん。この5個のダンジョンデータ入ってるだけでも、まあ、パズドラでやってる人からしたら、あ、この人はすごい人だなってなるでしょ結構。ならん、まあ、俺はなるんだけど、この人優秀な人なんだなって。もし万が一、未だに異形とかそういうダンジョンデータも入ってたらさ、結構記憶力化け物だよね。興味ないもんね、ここら辺のダンジョン。正直言って。ここはエースと、オッケー、ちょっとね、あのロックにだけ注意しながらね突破していきます。さあ17階層。ほうほうほう、ゼウスバースさんですか。バースさんよろしくお願いします。ちょっと待って、一旦これ分かったわ、ここはこれね気づきました、気づきの横で出た、これ完全にこれ一旦これねコースは。なんでかっていうと、ルフィの火力だけで絶対倒しきれるから。絶対ルフィの火力だけで倒しきれるから、フレノのゼウスギガ打たずに、まずここはこれで倒します。ほら。で、でよ。で次この18階層でギガ打つ。って思ったらいらない方だった。まあまあギガは次打てばいいんで。で、まあここは10コンボだな。10コンボしよう。ここは10コンボで OK でワンパン
で、いやどうなんだろう、ずらしてもなんか倒せなくもなさそうだけど、火力足んなかったらやだしな。で19、おいらんやないかい、ギガなんやねん。え、ずらしてどんぐらい削れるかやってみていい？さすがにでしょ。あー、まあ微妙なラインだな、やっぱり。異形ってやっぱそう考えるとボスは比較的まあ強い方ではあるんだね。じゃあもうしっかりとこれで2列組んで突破していきます。はい、さすがに13コンボ組んであげれば強いんでね。さあこれで倒していきましょう。でラスト、ウリエル打って突破です。さあということでね、今回は強化されたウリエルをちょっとね試運転してみる動画でしたが、まあ実際ねこういう低難易度の難所の周回とかにおいてもめっちゃ強いし、まあ、単純に2ターンで火の列が作られてたけども相当優秀なんで、芝田と使い分けできると思います。もしも万が一にもね、あのあれなんですよ、その芝田が3ターンなんでね、そう、もしウリエルが3ターンだったら全くいらなかったんですけど、さすがに2ターンスキルともなればね、落ち込んだシループもできて、まあこれも強いので、まあぜひね組める人は使ってみてください。ということで今日は強化されたウリエルを紹介する動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。